こんにちは、山口聖子です。今回の動画は年末のとある一日をご紹介します。この日は前日にサボった洗濯物を片付けから始まりました。この日は息子の職場まで送迎をするので朝の8時半に家を出ます。なのでバタバタと準備をしてます。簡単にね、冷蔵庫にあるもので朝ごはんを用意します。娘にね、卵を買ってきてもらったんですが、 S サイズでちょっとね、見た目が貧相な朝ごはんになっちゃいました。前日の晩ごはんは豚の生姜焼きと豚汁とご飯とほうれん草のごま和えと、まあ、卵焼き、まあ、だし巻き卵ですね。開けるよ。朝の6時半でしたが、息子は部屋でプログラミングの仕事をしていました。まあ、年内納期の仕事が、まあ、全く終わらないそうです。8時半に家を出るので、家事をね、もうぐわっと一気に終わらせていきます。今ニュース見てたら、アナウンサーの方が知覚過敏でね、こう息を吸うと冷たい風がこの歯茎にこう当たってすごいしみるって言ってて、え、知覚過敏ってそうなの？と思って、ちょっとびっくり、朝からちょっと衝撃でした。いや、そうなんや、知覚過敏って。別府から大分まで往復40キロ、息子の会社まで送迎です。朝からバタバタする日は、まあ、お掃除ロボットにね、基本お任せです。なので床に物は基本的には、まあ、置かないですね。邪魔になっちゃうんでね。まあ、掃除や鳥かごも掃除が終わるまでは机の上に一時避難です。色物の洗濯は、まあ、直射日光を避けたいので日がね、少し陰ってから外へ干します。ここからはいつも通りにこうぐわっと家を掃除と片付けをやっていきます。1日10分から30分ぐらい家の中の扉を開けて空気を通して換気、ね、空気もきれいにしていきます。家事の合間の霧のいいところで、まあ、このコーヒーを飲むのがね、もう至福のひとときです。年末の大掃除は基本的にやらないんですけど、小掃除程度にはちょこっとやっています。この日はね、お風呂の床や壁をメインとした掃除をやります。服が濡れるのでボトムスだけ濡れていいようにパジャマに着替えます。お食事中の方はごめんなさいね、ちょっと汚れが移ります。お風呂掃除ってこういうところとか、あとお風呂の側面のこういう横側とか、なんかこういうへりのところとか、あとこういうところにホコリがたまったりとか、結構ね、地道に手仕事でやらなきゃいけない汚れって多いですよね。なんかやっぱこういうところはね、まあ、小掃除としてきれいにして、まあ、きれいなね、お風呂で年明けを迎えたいので、ちょっと今日は頑張りたいと思います。今回のお風呂掃除のお供は木村石鹸さんの風呂床の洗浄剤、まあ、これをね、使って床掃除とかやってます。
そうこうしているうちにね、タオルと肌着の乾燥が終わったので畳んでいきます。宅配便が届きました。あー、宅配便どこからかなと思ったら、ちくま書房さんからの検本ですね。1月発売の佐々木文則さんの僕たちは習慣でできているという習慣に関する本ですね。これのイラスト私描いてるんですよ。その検本が2冊届きました。あ、これちょっと後で私ゆっくりまた読もう。はい、今日のお昼は日清のもちっと生パスタっていうのを食べます。まあこれ映るかな。はい、これね175円でめっちゃコスパいいんですよ。いただきます。お昼は日によって食べたり食べなかったりするので、まあ冷食かインスタント多めですね。今から晩ご飯のね買い出しにもう一回外に行ってできます。今日の外出の服装は、外がとっても寒いので今日はコートを羽織っていきます。ちょっとガサガサしますけど、ボタン開くと、まあ、こんな感じですね。前のねボタンを止めるとちょっと表情の変わるコートです。前のボタンを止めるとこんな感じなんですけど、ここの襟のところをまたねポピッと止めるとちょっとかっこいい感じになりますね。よいしょよいしょ。まあこんな感じかな。はい、もうマフラーをするのがめんどくさい時はこんな感じで襟を立てて着る感じですかね。この日は掃除道具が620円、晩ご飯代が666円の合計1286円の買い物でした。浴室の掃除の仕上げは排水口掃除。浴室だけじゃなくてね、水の通り道まできれいにすると、まあすっきり気持ちがいいです。夜に息子の会社へ迎えに行くのですが、仕事がねちょっと何時に終わるかわからないそうで、最悪深夜2時3時かもということで仮眠を取ります。夕食は娘と私の2人だけでしたので簡単なものを作っていきます。鶏肉を軽くカットしてパン粉、粉チーズ、ハーブ類、塩コショウを混ぜたものをかけるだけです。ドラマのね、昨日何食べたのクリスマスメニューの簡単レシピが本当に簡単でしたので、それをねこの日は活用しました。この日のメニューはご飯、豚汁、鶏肉の香草焼き、サラダ、ヨーグルト。基本的には料理は苦手なので、安くてねこう楽に作れるものは本当にありがたいですね。
息子から仕事終わりの連絡があり迎えに行っています。今回は年末のとある日のご紹介でした。最後までご視聴ありがとうございました。